高見千石像、渡辺火山筆、高見千石安政5年7月16日は、江戸時代の蘭学者であり、下佐国古賀藩の家老である。意味名を、ただつね、通称を、また十郎左衛門、千代白寺家。号は、千石の他に、風書、大聖堂、課金券。また、ヤンヘンドリック・ダップルという蘭名も署名に用いている。天明5年、 小賀藩の御師番役、高見忠則の着難として、小賀城下に誕生する。完成9年、懲役給仕として出資して以降、目付、用人定席、番頭閣などを経て、天保2年に280国の家老へ昇進した。不代大名の土井家は、代々幕府の養殖を歴任しており、土井都市圧、リーフ氏も、また自社武領や大阪城代、京都諸士代、 老獣などの養殖を務めていた。戦績は藩主に禁じして、全国各地へ同行し、これら職務の補佐に勤めた。土井の高みか、高みの土井かと言われるほどに、その能力は、称賛を受けた。高化2年に加増されて330国となるが、翌高化3年に免職となって、古川に隠居している。安政5年、小川瀬町の隠居屋敷にて死没。去年74。 墓地は、茨城県古賀市の聖林寺。対外危機意識の高まる中、幕政にあたる不い大,大名の重心という立場から、早くから海外事情に関心を寄せ、地理、歴史、兵学、天文、歴数などの文物の収集に努めた。また河地敏明、江川英竜などの幕府洋人、渡辺火山、桂川補修などの蘭学者、三作正吾などの地理学者、 芝公館、谷文長ら画家、法術家の高島周藩、海外渡航者の大黒屋光太夫、足立さ内、英永君平、ら、中山作三郎らオランダ通事、オランダ召官長のスチュルレルなど、当時の政治、文化、外交の中枢にある人々と広く交流をもって、洋楽界にも大きく寄与した。主君のドイリーが雪の結晶を観察してまとめた。 雪か図節製族の編集にも携わった。この作業で幕府天文方の高橋景康と交流があり、前石資料にある井上忠隆が作成した東日本の精密な地図は高橋景康を経由して入手した可能性が指摘されている。渡辺火山の描いた高見前石像は天保八年、前石五十三歳の時の肖像が、 西洋の画法も取り入れた金星画の傑作として国宝に指定されている。絵星と服は線描を使った東洋の伝統的な画法、奏房は西洋の陰影法や彩色法を使うという対照的な技法を用いながら全く違和感なく融合させ人物の内面まで感じさせる高い完成度を持つ。ちなみに絵画の部門では最も時代が 新しい国宝である。高見戦績日記は彼が職に就いた12歳から60年間にもわたった自らの公務を中心に書き留められたもの。彼の交友の広さと客観に徹した文章のために資料価値は高い。特に半首里くらいの大阪城大在職中に起こった大塩平八郎の乱については彼自身が鎮圧に当たったこともあって詳しく記載されている。 弾学者らしく日記中に各所へカステラを贈答する記事が記載されているが、どこで製造されたものか詳細不明である。古賀歴史博物館編、全発巻が吉川博文館より刊行されている。高見戦跡日記をはじめ書状、地図、書籍、絵画、器物など、古賀歴史博物館が所蔵する高見戦跡関係資料3153点が2004年に 国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。